わけで超絶技巧チャンネル始まりました。ですね、もうなんとなく気づいてるでしょうけどね、この会場の雰囲気でまた武術ですよ。武術コラボです。完全に僕のね、あの趣味に走った企画になってしまってますけどもね、あの超絶技巧チャンネルって言ってるので、武術の超絶技巧だけではなく、いろんなジャンルにこう迫っていきたいなと思ってますが、ちょっとね、今後そういった企画もあの予定しておりますので、あのぜひちょっと辛抱強く待っていただきたいと思います。よろしくお願いします。というわけで、今回コラボさせていただくのはですね、ちょっとね、皆さんにあまり馴染みがないかもしれませんけどもですね、周哲。それが一体何なのかっていうのはですね、これから説明していただきますが、そこの代表の先生に来ていただいております。それではどうぞ。はい、周哲の代表の藤原先生です。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まあね、もう僕もいろんな方ともう武術関係の人ばっかりね、ちょっとコラボさせていただいて、ちょっと多分ご存じない方が多分いらっしゃると思うんで、はい、周哲とは一体何なのかというのをちょっと教えていただけますか。はい、もともと私も空手中心にいろんな武道をやってたんですけれども、はい、周哲というのは立ち上げて2年半ぐらいの団体なんですけども、はい、その中で武術の中で特にこう技の威力、はい、もう威力だけを高めるよう、まあ団体というか、はいはい、そこだけを追求していこうっていうので、はいはい、やっております。威力、威力というと、じゃあその打撃の威力。そうですね、まずは、パン、一番はパンチだったんですけど、はいはい、そこから派生してキックだったり、はい、まあ、組む力だったり、はい、押し合う力だったりっていう、全ての力が、まあ、何でしょう、こうその人の最大限の力を発揮できるというイメージでいいですか。そうです。お、体を、まあ、いかにうまく使って、はいはいはい、最大限の威力を出していくかと。はい、じゃあこれはね、まず体験しないと分かんないのかなってなんとなく思ってるんで、はい、はい、ぜひパンチ。パンチですか。ちょっといろんな方のパンチ、僕ちょっと趣味で食らってるんですよ。はい。趣味、そんな趣味あるんですか。そうそう、まあまあまあ、ミットでね、はい、まあ、ミットで直接受けるとなんかもう自殺行為なんで、はい、なので、受けさせてもらっておるんですけども、じゃあちょっと体験させていただいてもいいですか。はい、ちょっとパンチ、じゃあ、うん、パンチ、普通の人が殴ったらどんな感じなのかっていうのはね。じゃあ、頑張ってください。あ、手首気をつけてね。うん、で、あ、ゆっくり、まずゆっくり、はい、うん、おお、あ、はいはい、いいよいいよ、はい、お、お、意外といい。うん、本当ですか。うん、あ、いや、意外といい。いや、思ってるより全然いいよ。ほんと、ほんと、ほんと、ありがとうございます。あ、意外と来ましたよ。あ、もう一回、もう一回、はい、うん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 、痛いよ、痛いよ、痛いよ、大丈夫、大丈夫。あ、いや、全然いい、いい、全然いいよ、いいよ。ありがとうございます。あ、なんか、筋がいいかもしれない。すみません、失礼しました。あ、でもあれだよね、体操やってたんだもんね。あ、そうなんですね。実はね、運動神経いいんですよ。へぇ、いや、でも痛いよね。慣れないとね、ちょっとこういうとこもちょっと痛かったりしますよね。で、まあまあ、でもこう来るんね。でですよ、ここ問題なんですよ。あのね、武術家のパンチがえぐいのはね、僕ね、正直ね、経験してるんで知ってるんですよ。ちょっとね、受けたくねえなと思ってます。じゃあ、あれ、はい、何割ぐらいで打つとかなんかあるんですかね。じゃあ、最初は3割くらいでいきましょうか。はいはいはい、はい、じゃあ、はい、これでいいですか、こんな感じで、はい、はい、じゃあ、ちょっと何気なく出すパンチで、はいはい、まあ、これが全力という。全力じゃないですけどね。3割ぐらいで。あ、3割、はい、3割です。もうちょっといきますか。もうちょっと、もうちょっと、じゃあ、はい、5割ぐらいまで。なんでこれやろうって言ったんだ。趣味じゃなかったでしたっけ。うん、趣味はあるんで、興味はあるんですけどね。なんか、ああ、小月先生の時のこと思い出したら、ね、やらなきゃよかったとか思ったんですよ。じゃあ、やってもらいます。もうちょっとじゃあ、いきます。はい。本当ですか。いや、後で食らっていい。あ、やっぱ苦しいな、これ。5割ですか、これ。5割です。まだ、その、今、まあ、こう手打ちなので。え、こういうのをやっぱ使う、もっと威力出そうとすると、はい、こういう感じですね。もうちょっと振って。もうちょっと振ってみます。じゃあ、ちょっともうちょっと強めにいきますね。はい、はい。おお。ちょっと待って、はい、福地さんにはどのぐらいで打ったんですか。福地さんはもう全力です。あれは、あれ生で。今のが5割ぐらいですか。
あ、今のはもう5割、7割ぐらいですかね。いや、でももう、はい、あれ全力を生ですよね。そうなんですよ。いや、えぐえぐいです。タイヤです。いや、意味わかんねえ。これでもきついのに。じゃあ、お腹で、じゃあちょっと振っていきましょうか。はい、じゃあいきます。ちょっと待って、ちょっと待って。なんか、はい、はい。はい、はい。お粗末様でした。あ、もうちょっと、もうちょっと。やっぱあのですね、はい、これが終鉄パンチ。そうですね。あのですね、これこういうのなんですけど、うん、なんかダメですよ。ダメですこれ人殴っちゃダメですよこれ。本当ですか。いやーすげえな。今で5割7割ってやったじゃないですか、はい、あの結構大事なポイントというのが、はい、その力の出方の質なんですけども、うん、あまりこう体の大きさとかパワーに頼らず最大限生かすというか、うん、要は効率よく力を出す練習をしてるんです。はい、ですので、はい、今ちょっとまた持っていって、はいはい、今まあ7割だと、はい、そして、はい、その5割と7割でそんなにめちゃくちゃ体使いが変わるかというとさほどそうでもないんです。であれば5割でもぐらいでも十分なんですけど、はい、要は簡単に威力を出せるっていうのがポイントなので、うんうんうん、例えば5割でボンボンじゃなくて5割でパン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 ってノックするように打ってもずっと同じ重さが出る。ちょっとノックするような感じで、はいはい、3割ぐらいでやったとして、はいはい、これ感じのこうね、武道的にはこういうものが結構価値があるというか。確かに強く打つのにうーんって頑張らなくても、うん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 、ポンって打てば普通の3割じゃない、はい、3割というか。いやそうですよね、はい、3割のパワーで十分3割以上の効果が得られる。そうですね。ですよね、はい、それも連打ができるとね。そうですね。あ、それは意味がありますよ。すごい、すげえな。いやだって3割のパワーでもまあね強いんですよ、重いんですよ。そしてでも一発だとねまた耐えられるけど、はい、3発も4発も殴られたら耐えられないですよね。そうですよ ね、はい、いやいやすごいな。あ、それが体の何ですか、うん、何をやることでああいうことができるってことなんですか。一番はこの体幹の操作というか。あ、体幹の操作、まあ、丹田とかいいじゃないですか、はい、腹とか、はい、腰とか、はい、それを、まあ、みっちりと整えて、はいはい、まずは整える、はい、で整えることが分かったら今度それをさらにこう鍛えていく、はい、なるほどっていう、もうほんと肝はここなんですよ。体幹の、一般的に言う体幹っていうとこう背中と腹じゃないですか、はい、はいはい、僕が言ってるのがもっとこう背骨の周り、はい、背骨の周り もっと奥の方の体幹、はい、こう内臓の後ろにあるような、はい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 、そういうところをこう使えるようにして。おお、興味深いですね、はい、あ、じゃあちょっとそれ、はい、教えていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。はい、します。あの原理は全部一緒なんですけど、はい、どこに向かってくるのか。あ、なるほどなるほど。まあ本当は探知がね、はい、ちょっと強くなるっていうのはやってみたいなとは思うんですけど、僕のこの、ね、あの弱い手やめた方がいいですよ。あの、そう、うん、教えます。そうなんですよね、あの高月先生にパンチも突きを習ったんですけど、はい、あの3、4発で値を上げました。はい、はい、なので、そうですね、コイン持てなくなったら大変ですから、ね、そうそう、なので、やっぱ家宝にしてきたんで、はい、まあ、このままここは家宝に育てていこうかなと思いますので、ケリーとかにもつなげられるんですよね。そうですね、うん、じゃあ、ケリーにしたいなと思います。わかりました。ケリーはお仕事から大丈夫ですか。あ、怪我しても。いや、怪我してもっていう。ちょっと待ってください。怪我のリスクがあるんですよ。いや、そう。うん。あれですか、前蹴り？前蹴りとかどうですか？なんか、あ、実は、はい、終鉄の蹴りの、うん、練習の一番基本になるのが前蹴りなので、じゃあ、それをお願いします。はい、やっていきましょう。お願いします。はい。はい、ではですね、はい、
まあ、もう本当の原理ですね、はい、原理原則、パンチであっても、はい、蹴りであっても、はい、その力が本当に相手に伝わっているかっていうのが一番大事で、はい、伝えてるつもりが全然伝わってないっていうのが、やっぱ何事もコミュニケーションでも全然 NG じゃないですか。そうですね、確かに。伝えたものがちゃんと威力として伝わらないといけない、はい、それを、邪魔してるというか、はい、成功させない原因っていうのが実はこの辺にあるんです。なるほど。皆さんいろんなパンチ蹴り打つのに、はいはい、手が大事、足が大事、うん、いろんなとこをパーツで考えるじゃないですか、うんうんうん、ただしこの体の中の一番弱いところっていうのがあって、はいはい、そこが弱いと他がどう頑張っても威力が伝わらないんです。確かに。確かに、うん、で蹴りで言うとちょっと説明しづらいので、はい、まずちょっとパンチで、はいはい、の形だけ、はい、こういうふうにグッとパンチを打った形を取っていきます。あ、じゃあこっちです。はい、こう一番強いパンチを打ちました、はい、打ちました。でこの時に、うん、今、パンチが当たりました。はい、当たりました。当たった時に、はい、ドン、うん、こういう、うんうんうん、ビクン、うんうんうん、はいはい、これがなければ、はい、うん、確かに今キラーさんの手がこうだったとき、はい、僕が痛いはずじゃないですか。 100% そうですね。そうです、はいはいはい、全く動かなければ、はい、そうですね、はい、これが木の棒だったら、はい、もうこれで十分痛いんですけど、はいはい、僕今あまり痛くないですよね、うん、こっちとかに動いてるということはこっちが吸収しちゃってるということですね、はい、はい、そこがどこで起きてるのかというと、はいはい、一番はここなんです、ね、はいはい、ああなるほど。ちょっと押しますね、はい、こういう形になると、うん、なんとなく負けてる感じ。負けてます。はい、でも、ここで負けてるのかな、はい、ここで負けてるのかな。はいはいはい、じゃ今度は手を下ろしていただいて、ここで押しますね。はい、耐えて、しっかり耐えて、はいはい。なんか全然力入らないの分かります、うん、はい、うん、ですね、はい。あ、でも普通の方より強いですね。あ、本当やっぱり。この、はい、これなんで浮くかというと、はいはい、体が軽いからではなくて、はいはい、ここが、はい、こういう動きを抑えきれてないから、はいはい、例えばちょっと押していただいて、はい、はい、足を入れて、グッと押します。こうなります、ね、うん、なってます、はい、これを、はい、こことここ、その体幹、はい、軸、体軸で、はい、そこをしっかり作れると、また押していただいて、はい、なるほど、本当だ、うん、僕の方がむしろこうなってる。そうです、はいはい、うん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 、ここを変えると、これだけ姿勢が変わるので、はいはい、まあ、こうやった時も、全く確かに。で、はい、蹴りも実はそうなんです。あ、はい、前蹴りを、じゃあ前蹴りを打つ時も一緒でして、はい、こうやって、うんうん、結構ポンって蹴った時に、はいはいはい、さっきみたいな小さい、あ、はい、このロスがあるんです、はいはい、ですのでしっかりとガッと叩いていただいて、はい、ちょっとオーバーに言うと、はい、当たった時にこういうことが起きてる、うんうんうん、それがない、うん、なければ足をドーンと踏み込まなくても、うん、ちょんって踏むだけで、ちょっと軽め、軽めに、はいはいはい、こういうふうになるんです。うんうんうん、りがない分、相手に、はい、軽くでも響くようになる。違うな、はい、できます、はい、おうおうおう、はい、軽く蹴ってるんですよね。軽いですよ、うん、はい、はい、あ、でもなんかロスがないのが分かりますよ、はい、なるほど。じゃあ生で、実際腹に当たるといや、奥の方に入るような蹴りにちょっとこれで、はい、ちょっと移動までかけると、はい、と、響きますよね。はい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 、あ、もう大丈夫、はいはい、うんうん、なるほど。前蹴りっていうのは、はい、まあ、ちょんと蹴る感じなので、うん、あんまり威力が出そうもないじゃないですか、うんうんうん、こうやれば痛いのは分かります、ね、なんかそんなイメージは、そういうイメージありますね、はい、その前蹴りを、じゃあ強く打つにはどうしたらいいかと、はい、この蹴る足の伸ばすスピードが大事な感じがしたりするんですか、はい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 、強く踏み込む、うん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 、強く踏み込んでも、はい、体がしっかりしてないと、うん、伝わりきらない。確かに確かに。一度ちょっと前蹴りやっていただきます。こんな感じ、はい、うんうんうん、あ、でも返ってきてるな。確かに、なんか伝わりきらない感じがありますよね、うん、そうですね、なんかそうですね、うん、なんかこの時点で負けてるんですよね、はい、なるほど、はいはいはい。でイメージとして、じゃあ強く、もっと強く前蹴り打つっていう動きでやってみてもいいですか。はい、お、うん、うん、はい、はい、今多分この伸びを、確かに確かに強くしましたよね。しましたしました、はい、しました。実は、はい、この時の
この体軸の安定がすごい大事なんです。このスピードよりもそうなんです。こっちの方が大事だ。まずは、はい、これをもっと分かりやすく言うと、はい、今じゃあお腹に足を当てていただいて、いいですか、すいません、はい、はい、まあ当たってる、うん、この触ったところからグッと蹴ってください。グッと蹴り込む、ちょっと難しいですね。難しい、難しい、言いますよ、はい、難しい、なんかもやっとしますね、うん、はいはいはい、今はここで押そうとしては、うん、そうですね、これなんとか伸ばしたい、はいはい、で体もそこにのしかけたい、はい、うん、でこれをあんまり大事にしてない、うん、何もそんなこと意識してないです、はい、ちょっと試して、当てたところからやって、はいはい、足を乗せます、はいはい、乗せますね、で押し込むとこういう、今やったこういう感じ、ね、うんうん、そうですね、そんなことやりました、はい、そういうことやりました、はい、じゃあ、もう一回、はい、このまま、うん、その手術でいう姿勢を正します、はい、で、この足はちょんと出します、あ、こういう感じです、あ、手手この原理がまず大事、はあ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 、なんか言ってらっしゃることはなんとなくわかります、はい、はい、はいはい、そうするとこのポンと 何気なく蹴っても、うんうん、すごく痛くなるんです、うん、はい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 、でまあそれはそうや、まあ次元も全部一緒です、いやそれはそうですよね、はい、言ったらそうですよね、はい、土台ですもんね、はい、はいはいはい、じゃあこの、じゃこれはどうやって作るのか、そうですね、そこですね、はい、はい、それ知りたくございました、はい。